それはちょっと勝負に出た方がいいかもしれないね。別居した時の財産は守られるから、まずは離婚だって言わないで、まあ、そうやって生活費をもらっておきながら年金がもらえるような時期になったら、もう別居が長いと破綻だって言われるから、それが私が長い間アドバイスしてきて、いろんな人を見てきて、私のところに相談に来た優子さんに送る言葉ですもし今からお金も明かすよと、全部明かすよと、そして一緒に老後を過ごそうということがあったらどうする？一緒に老後を過ごすことは、別居ですね。家庭内別居も長いわけだからね。困った時は助けに行くけど、うん、誰が？入れないよっていうのを言ってたので、今までも何て言うんでしょうかね、こういろいろそのうちの両親もきっかけを作ってくれていましたけど、電話に出ることもないし、電話の挨拶を電話ですることもなかったし、なんかそういうような感じで。一人家にいる子はどうすんの？自立するって言ってた。自立するって。はい、で、実家は遠いけど、はい、家はあるわけ。そこにはまあ家賃はそんな発生しない。でお母さんだけがいる。あ、両親がいるのね。で他の兄弟は一人っ子なの。じゃあなるほどね。でご両親も今回のことは実家に帰るよっていうことで相談したの？うん、びっくりしないかな。決まってから悩ましてしまうことがちょっと気の毒だなっていうふうに思います。とても心配性だし、うん、私が結婚するにあたっては2人ともすごく反対しましたので。あ、そう。親の反対っていうのはね、娘の幸せ考えてるから2人揃って反対ってのはすごいよね。なぜ反対だったの？会った時にあなたはこの人のどこが好きなの、どこがいいと思ったのっていうふうに言われました。それは分かるんですね。なるほどね。親を大切にしようとか、このお嬢さんをね、いただいて幸せにしようっていう意気込みがきっと感じられなかったんだと思うよ。大事な人を嫁にもらうっていうスタンスがなかったんだね、きっとね。そして心配かけるっていうか、まあ、逆に親にはちょっと心配だから時間もらって実家に帰っていいよって言われてきたみたいな感じで、まずは入ってでゆっくり暮らしながら言っていく方がいいんじゃない？離婚し決意して私はお家に帰るからっていうよりは、介護が心配だからとか言って、下の子がいるし実家にちょっと心配だから行っていいよって、あの夫もそれから子供も言ってるからもうちょっと来たわよっていうところで一旦帰って、親にはそういう説明でなし崩し的に実はねって徐々に言ってった方が逆に心配ないんじゃない？父なんかは考えてるようで、うん、孫が一人で遊びに行った時に仲良くないのみたいなことは、うん、私に聞いてきたよと言ってるんですね。で私が、まあ、月に何回か帰るんですけれども、その時はやはり直接的な言葉では言いませんけど、無理するなよとか、遠くから見ててくれる、いろいろこう自分に質問をぶつけくってこないだけでも私はすごく精神的には助かってるというか、むしろ見守っててくれてありがとうみたいな、うちの方が強いので、多分分かってると思います。離婚をすると今もらってる生活費っていうのがなくなっちゃうと思うんだけど、はい、それはいいの？あった方がいいと思います。じゃあ逆に離婚だって言わないで、言いたい気持ちは分かるよ。で離婚だっていうと案外この生活費っていうのが決まってもすぐなくなっちゃうから、で別居した時の財産は守られるから、まずは離婚だって言わないで、もうやってられませんと、お金のことも言わないし、私は我慢できないから家に帰らせてもらって、もうそういうことを言ってもらわない限り戻りませんみたいなストライキにして、で一旦家に帰っちゃって、それで生活費はもらっといて、向こうがあじゃあ悪いから言わなきゃってなったら、
まあ、それを聞いてそこで守られてるわけだからね、もうこれだけあるよとか言われて正直に言ってもらったらもうその別居の時点で守られるわけだし、いくらもらえるのかが分かるじゃない。そしたらあなたは今まだ年金をもらう時期でもないから 3,4 年、まあ、そうやって生活費をもらっておきながら年金がもらえるような時期になったら 4,5 年別居してるからもう別居が長いと破綻だって言われるから、そこで破綻を理由に、まあ、離婚だっつって弁護士さんつけてもいいし自分でやってもいいし、そういう作戦の方が今なんか離婚だって言って時間かけてやってるより、どうせ時間向こうも嫌だって言って離婚したくないって言ってきそうな気がするの、お金あげたくないから。それはそうだと思います。うん、お金で多分離婚したんじゃないかなって思います。そしたらさ、なんやらかんやらで何年も経っちゃうわけよ。だったらもうその何年も向こうがどうせ離婚しないしない 3,4 年粘るだろうと予測して、こっちは先に別居をして、その別居の間にとにかくあなたの、ね、貯金も分かんない何も分かんないなんてもう妻としてありえないって言って、そういうこと言わない限り私は戻らないって言っておいて、で、まあ、例えば言ってくれたとする。そしたら言ってくれたのは分かるけど今すぐには戻れない、親が大変だからとか言って、どっちにしたって戻んなくていいのよ。でも理由としては離婚だとかじゃなくて、離婚だって言っても向こうが嫌だって言って何年もかかるんだったらもう離婚だって言わないで婚姻費用をくんなかったらだよ、くださいって言えばいいし、今彼の年収で早期退職して今勤めてるところの年収で本来はいくらもらえるかってお金があるわけよ。でも多分それを計算しても今は逆にずっと一定だったわけだから多いような気がするんだけど、自分が本当はいくらもらえるか分かってる？でそれより少ないの。あ、だったら婚姻費用を欲しいって言ってそういう調停を申し立てればいいんじゃない。別居してあなたの年収に応じた婚姻費用をくださいと、それからあなたは貯金も何も明かさないのでちゃんと明かしてくださいと。だから申し立ては離婚じゃなくて婚姻費用を欲しいですみたいな調停の申し立てをして、でそこで弁護士さんをやっとってもいいんだけど、自分一人でやるのは怖いとかってなるけど、あなたしっかりしてるからまずはつけずに言ってみたらいいんじゃない。そしてもうなんか調停員があなたの味方になってくんなくてもうあっちの味方になりまくりだったら、そこで弁護士さんをつけて流れを変えるっていうやり方でいいと思うよ。弁護士さんは途中からつけるでもいいと思う。うん、最初からつけないで。なぜならば婚姻費用はうちのお客さんでもほとんど決まってるからいいんだけど、いろんな形で、まあ、向こうが弁護士つけてきていろいろやるときに弁護士対弁護士だと案外早く決まったり、今何言ってんのかって言ったらあなたの場合はもらえる財産がはっきりその別居の時に分かったらそこの半分がもらえるのよ。ちゃんとね、調停だ裁判だってやってけば、でそこをちゃんと確保してそれで長引くはずだから婚姻費用が 3,4 年もらえるようにしといた方がお得だと思うの。ここの保全をしといて。だけどそれが、まあ、弁護士さんが両方ついちゃったらじゃあさっさと離婚しましょうなって、でどうせ後からでももらえるお金をここでってなって、あなたの婚姻費用がそこでストップになっちゃうから、その分がもったいないよね。そんなのいらないって言うんだったら、まあ、さっさとやってもいいんだけど、どっちにしても旦那は離婚しないって言い張ってくから、まあ、あなたがいらないって言えばいいんだよ。こういうタイプの人はお金をあげたくないから結構頑張るんだよね。それだったら離婚って言うんじゃなくてもうとにかく明かしてくださいと、そこが私の不満なんですと、まあ、明かしてくれたらちゃんと分かるわけだし、で明かさなかったら明かさなかったで、まあ、そこでじゃあ離婚ですねって言えばいいし、でもそんなのは大概裁判まで行けば通帳の番号を知ってるわけだから、こことここにあるわけだって言えば、そんな数冊ねあるような通帳だったらそんなに、よそへ持ってけないと思うよ。その別居の前に、別居の後にそこから引き出してどっか持ってったとしてもそれは通らない。
から、まあ、そこは旦那の性格を読んで、今も言ったように別居までポーカーフェイスよ。怪しいなと思ったら別居の前の日に降ろされたら大変でしょ。だからそれだって怪しいからどうにか証明しろって弁護士さんつけたら言う場合もあるし、まあ、なんとかなるんだけど、そんなめんどくさいこと嫌じゃない。そんななんか弁護士さんつけて証明しろとかさ、そういうのも嫌だから、もう本当にポーカーフェイスで別居するまでなんか向こうが動かないようにしていった方がいいんじゃない。結構ドキドキ作戦だよね。だから X デーを決めて、まず旦那がそのお金を動かさないような時に準備して、なるべく早く引っ越しで荷物を持ってくんだったら、もう実家だったら夏物とかも送っちゃっといて、なるべく少ない荷物をドンと昼間夫が会社行ってる間にドンと運んじゃうとか、そういう段取りだよね。残った下の子は夫からどうしたんだよお母さんって聞かれたらどういうかっていう話も決めとかなきゃいけないし、あなたの X デーが出たらすぐに私はこういう不満で家を出ましたと、だからあなたはこういうことを明かしてください、でついては婚姻費用を今もらってるお金じゃ足りないのでもっとくださいって、あなたの正直な気持ちを調停というところに申し立てればいいわけよ。それも同時、調停も同時、それから夫にこういう理由で家を出ましたと、そういうことを段取りして、でその時にその下の子がもう同時に出るんだったらか、時間差で同時ってのも難しいからね。ああそう、逆はダメなの。子供が出ちゃって、なんか本当に二人っきりになっちゃったら夫の方も感じることがあるかもしれないからね、逆の方がいいような気がするけどね。お母さんが出たんだったら私も出るとか、夫がなんかいやおかしいっつってなんか気がつかれないうちに、早いほどいいと思うよ。準備はできてんだったら引っ越し屋の手配と調停の申し立て書を取ってくるとか、家を出たらすぐに婚姻費用の申し立てとかする方がいいんじゃない。でこういうことが不満だったっていうことで、まあ一言置き手紙でもいいし、後から LINE で送るでもいいし、でそれでまたかぶせて調停の申し立て書を送るのがいいんじゃないのかな。それで言ったら離婚でって言ってもいいけれども、堅くなになるし、こういうことが不満で出ました、あなたが直してくれたら私は考えますよって言って、それで直してくれたら、今度はちょっと汚いやり方かもしれないけど、いや戻ろうと思ったんだけど親が具合が悪いから私はこっちにいるわって言って、生活費ありがとねとか、なんかもうちょっとくれないとか言ってればいいわけよ。その間に夫が全部あなたに夫のお金が来るんだよ。でまだ年金はもらえないわけだし、ちょうどあなたが年金をもらうまでのあと 5,6 年っていうところが結構ミソで、で夫はどうせやだやだって言って何年かは頑張ると思うのよ。そしてこっちも夫が嫌だって言ってる限りにおいて、そんな1年とかで離婚はできないから、大概うちの相談者 2,3 年かかってるよ。その2、3年を喧嘩して送る2、3年にするのか、もう3年ぐらい別居しておいて、もうその間をまあじっくり介護でもしておいて、ゆっくり生活費もらっておいて、そして3年経ってもう夫婦は破綻してるんですよってなってからドーンと行った方が賢い気がするけど。わかるよ、こんなやつやだもう離婚だってねぶつけたいよ。でもそのエネルギーって実はものすごいエネルギーで、そんなエネルギーがあるんだったら実は就職にエネルギーかけたり、親のね、親となんか幸せに実家に帰って暮らすとか、子供たちと思い出作るとか、そっちにエネルギーかけて 2,3 年すれば本当に破綻だってって言えるし、熟年だからもう子供も大きいから案外お互い早く離婚して幸せになってくださいよっていう裁判所もそういう主義らしいから、そうやった方がずっとエネルギーの消耗が抑えられて、お金ももらえて婚姻費用がもらえて確保できてるから、そこで使っちゃったにしても後で取り返せるし、この人は
そこまで悪い人じゃない気がする。でもね、それは鶏が先か卵が先か、向こうは向こうの言い分があって、いやもう俺になんて冷たい女だろうと、口も聞かないで、どっちが先か分かんないよ。でもあっちにしてみたらあっちにしてみた不満があるはずなのよ。熟年はいろんなこっちの不満もあるかもしれないけど、でもちゃんと帰ってきて生活費を足りないかもしれないけど入れて、そして子供も育て上げてっていうのは悪い人じゃないと思うよ。女も作ってないね、暴力振るうわけでもない、まあモラハラあるかもしれないけど、モラハラも言いたくなっちゃうんじゃないの、あなたみたいな賢い人が何でもできちゃってツンツンしてたら、おいこらとか言いたくなっちゃうのかもしれないよ。かわいそうな人かもしれないよ。もっと早くうちに来ればよかったのに。いくらでも中に入ってあげてね、あなたもいいとこいっぱいあるのに、こんな誤解されちゃって奥さんになんかそんな風に思われちゃって、ね、嫌でしょうって、老後年金取られて財産も半分取られて嫌でしょうって言ってあげられたのに。夫がね、もしうちに相談に来たら夫の立場も分かるし、もうちょっと奥さんにまだ同じ屋根の下にいるんだったら謝りましょうとか、奥さんにこうしてあげましょうとかって、まあ夫がねうちに相談来たら私は言うのよ。だけどまあここはたまたま奥さんの方が来ちゃって、もうね、うん、遅いですって言うから、まあ、それは仕方がないけど、でもこっちがそんなこと言ったらあっちは多分もしかしたらごめんなさいって言うかもしれないんだよ。今だってうちに相談に来てる男の人そうなんだもん。奥さんに離婚を突きつけられて初めてなんかもう許してくださいお願いします、人間変わりますって言ってる人だらけだよ。まあでもその様子もわかるし、まあそれで向こうが謝ってきたり、向こうがお金のねありかを明かすよって言ってきた時に、そうじゃないと思い込んでるけど言ってきた時にもう一度考えればいいじゃない。言ってきたけどもう嫌ですなのか、言ってきたからちょっと様子見ましょうかねなのか。だからそれができる今やり方をお教えしたわけよ。でも離婚だみたいなことを言ってこっちが勢いづいちゃうとね、あっちが何言っても門前払いいりませんってなっちゃうけど、でもこっちとしてはその離婚が目的じゃなくて、やっぱり少しでもお金を多く取ることと、それとエネルギーの消耗を抑えて、あなたはこれから正社員の道も見つけなきゃいけないわけだし、実家に帰ってお父さんお母さんの年老いていくのを見守っていかなきゃいけないわけだから、そういうことも考えて体力を温存して、そして確実なところを抑えて、そして少しでも婚姻費用を長くもらい続けるやり方を伝授したつもりなんですけど、それには離婚って突きつけるんじゃなくて、今のあなたのこういうところが嫌だから我慢できませんから、ちょっと実家で別居させてくださいと、ね、そしてあなたがちゃんとそういうことを言ってくれたら、ね、戻ることも考えます、考えますって言っておけばいいの。じゃあ戻ることもしないのになんで財産言わなきゃいけないんだよなるでしょ。そうやってあなたが正直に言ってくれたら、で私がこれだけ今まで一緒にね2人でやってきたんだから、私は戻る、ね、気持ちもありますよって言った時に向こうがやってくれるかもしれないけど、あなたがもう戻る気なんてありませんなんて言ったら僕もう明かさないよ。ちょっとあなたは白か黒かみたいな性格で、どっちかみたいなね、で今も思い詰めててどっちかだったかもしれないけど、やっぱりねあなたのお年になったら、これから世の中ね離婚して一人で生きていくのに白か黒かじゃ生きていけないことがいっぱいあるのよ。だからそれの練習のためにも白か黒かじゃなくてここでグレーみたいなね、グレーっていうのも大事なことだと思うよ。でグレーをやってるうちにやっぱり白のがいいなとか、やっぱり黒のがいいなっていうのが決まるから、それが私が長い間人生をね経験してきて、アドバイスしてきて、いろんな人を見てきて、今日私のところに相談に来た優子さんに送る言葉です。
また納得できなかったりとかモヤモヤしてきたらまたご相談に乗りますから、ぜひ今回はグレーの道をまずは取ってみて。今日はありがとうございました。いかがでしたか、岡田敦子のアドバイス。本当に離婚をしたい、決意も固い、わかるんですけれども、この奥様のなんかそういう気持ちのまま離婚をしてしまうと、この奥様が損をするんじゃないかっていうような気がしましたね。そして何よりこの白黒はっきりつけなきゃ気が済まないみたいな、もうその思いで言っちゃうような奥様にグレーで行こうっていう、まあ本当に新しい色を提案したつもりです。やっぱり離婚は白か黒か、離婚するしないではなくて、少し準備をして、そして自分が一番いいタイミングで離婚するっていうのがおすすめでした。皆様本当に、いろんな相談に来てくださってありがとうございます。プライバシーはお守りしますので、本当にここに出て自分がご相談したい、人のお役にも立ちたいなんて思ってくださる方は、概要欄から岡田敦子チャンネル相談室にぜひいらしてください。岡田敦子が渾身のアドバイスでお待ちしてます。